案内人の浅香です。今回は、海上自衛隊へ隊芸、潜水艦引き渡しに関する話を詳しく見ていきます。やはり、世界一との呼び声も高い海上自衛隊潜水艦です。原理力潜水艦を凌駕しているのもまた事実。中国の原潜では20年叶いません。韓国は論外ですけど。2022年3月9日にかねてより、三菱重工業者が建造中であった海上自衛隊の新型潜水艦、太芸型一番艦の太芸が就役を迎え、同社神戸造船所から引き渡しが行われ、新たな日本の海の防衛戦力に加わった。太芸は2018年3月に起工、2020年10月に進水と準備が進められてきた艦艇であり、予定通りに今回無事就役を迎えて、海上自衛隊の横須賀基地を母港とする第2潜水隊群第4潜水隊に配備されることとなった。今回の太芸の就役によって、海上自衛隊では、親潮型9隻、双竜型12隻、太芸型1隻の合計22隻の実戦配備の潜水艦隊を有することとなり、平成23年度以降にかかる。防衛計画の大綱、22大綱以来の目標値をひとまず達成した。防衛計画の大綱とは、日本国の基本の安全保障政策をおよそ10年前後のスパンで定めたものであるが、この2022年3月までで6度にわたって策定されており、最新のものは、平成31年度以降にかかる防衛計画の大綱、30大綱となっている。日本では、これら防衛計画の大綱の下で、さらに、5年単位の中期防衛力整備計画、中期防を定め、ここで、防衛計画の実現に必要となる、具体的な防衛装備品の調達数量を明確にして、陸海空3自衛隊の戦力の整備を行っている。前述したように、防衛計画の大綱とは、およそ10年前後のスパンで定めることが基本とは定義されているものの、周辺諸国との安全保障環境の変化に対応するため、必ずしもその期間で更新されるものとはなっていない。そのため、防衛計画の大綱は、昭和52年度の51大綱、平成8年度の07大綱、平成17年度の16大綱、平成23年度の22大綱、平成26年度の25大綱、平成31年度の30大綱と、近年は更新頻度が高まっている。防衛計画の大綱が開始された当初は、米ソの冷戦時期であり、日本の防衛も、旧ソ連を最大の仮想敵国とした陸上自衛隊の充実に、重点が置かれていたことが伺えるが、昨今は、その対象とする脅威が変わり、中身も、それに応じて変化してきている。これは、主として、2000年代以降に、急速に、経済力の発展と呼応し、軍備の拡張をも推進してきている中国が、最大の仮想敵国となったことが、大きく影響しており、それによって調達する装備の、内容や傾向も、様変わりしている状態にある。ざっくり見れば、陸上自衛隊では、戦車や火砲といった、北海道への旧ソ連の上陸侵攻を抑止する意味合いの強かった装備品が減少、地対艦誘導弾を保有する部隊の強化や、水陸機動団の新設など南西諸島防衛を意識したものとなっている。また、航空自衛隊では、平成17年度の、16大綱まで保有する戦闘機を含む航空機総数が減少傾向にあったが、中国への対応を鑑みて、平成23年度の22大綱から、再び、緩やかながらも増加に転じていることが見て取れる。そんな中で、
海上自衛隊であるが、やはり平成17年度の16大港までは護衛艦、航空機ともに減少傾向にあったが、日本の広い領海を防衛するための戦力の要たる潜水艦は当初より16隻体制を維持することとされており、扱いが少し異なっていた。そして懸案となった平成23年度の22大港からは潜水艦22隻体制が打ち出され、さらなる増強を目指すこととなり、並行してそれまで減少に転じていた護衛艦や航空機もこれを境に増強する方針に改められたことがわかる。という具合に前置きが長くなったが、平成23年度の22大港で示された海上自衛隊の潜水艦22隻体制は、ようやくこのほど実現に至ったものといえ、さらに、大芸型2番艦の枠芸、はじめ4番艦までの建造に着手されている。これら2番艦、枠芸、以下の大芸型が、来年以降も、今の年1隻ずつのペースで収益をして増え続ければ、今の潜水艦22隻体制を超えて、毎年増加することになるのだが、そう簡単に、そのまま単純な計算通りにはいかない。それは、今回の大芸の収益で、2代前の艦となってしまった親潮型9隻が、すでに2隻が練習用の潜水艦へと、艦種の変更を受けているのと同様に、実戦配備中の3番艦、渦潮以後の艦も、逐次、その対応となる可能性があるからだ。ただし、海上自衛隊でも際限なく、練習用の潜水艦を増加させるわけにもいかないであろうことから、現状とは異なる保管方法を採用して、親潮型の保全を図る可能性はあり、また、1番艦、親潮らが、順番に退役するのかもしれない。ちなみに、1番艦、親潮は、1994年に寄港され、1998年に就役、2015年に、練習用の潜水艦となっており、寄港からは、28年が経過しているが、同型の建造も、すべて1年に1隻のペースで進められたため、以後も、順送りで、同様の期間が経過することとなる。親潮型の前級にあたる春氏、小型は、1987年から全7隻が建造されたが、そのうち3隻が練習用潜水艦とされた後、最終の7番艦で1992年に寄港された朝潮も25年後となった2017年には退役しており、今の親潮型よりも稼働期間は、短かった。さて、大芸に話を戻せば、基準排水量は約3000トン、全長が 84.0 メートル、全幅が 9.1 メートル、深さが 10.4 メートルであり、機関はディーゼルエレクトリック方式で、最大出力は6000馬力、最大速度は20ノットと公表されている。大芸の機関部のディーゼルエレクトリック方式は、補足は、ディーゼル機関とリチウムイオン蓄電池と発電機の組み合わせであり、この構成も、前級である、そう、竜型の最終の2隻と同様を踏襲したものとなっている。そう、竜型の11番艦、桜竜から実装されたこの機関構成は、同艦の就役時の2020年3月時には、世界初の実用化された軍事用の潜水艦だとして、日本のみならず、世界の関係者の注目を集めたが、それに比べれば、大芸のインパクトはやや薄い。しかし、未だ、通常動力型の軍事用の潜水艦としては、リチウムイオン蓄電池の搭載艦は、日本の海上自衛隊以外には存在せず、韓国のトサンアンチャン補給潜水艦が、
2世代目のバッチ2から採用見込みとなっているのみである。タイゲイの製造元である三菱重工業者は自社のホームページ上で同艦の紹介をしているが、それによれば前級の双流型と比して索敵能力の向上したソーナーシステム、静粛性を高めた船体構造が特徴だと記述されている。タイゲイ型は、そう、流型の正常進化版とでも言うべき潜水艦であり、全体のフォルム、X 価値の採用、そして前述の機関構成など、主要な要素をすべて踏襲しており、目に見える形での新機軸は、ほとんど採用されてはいない。このため、全体の設計やフォルムが刷新されるのは、次級の潜水艦からということになりそうだが、昨年2021年9月に、オーストラリアが、アメリカ・イギリスとの新たな軍事同盟オーカスを締結したことは、日本の今後の潜水艦にも影響を与えそうだ。これを皮切りに、連続航行時間や距離が、燃料補給という点から、利点が多い原子力潜水艦の保有を日本も検討すべきとの声が大きくなってはいるが、日本が通常動力型と原子力推進型の2本立ての潜水艦を運用するのは果たして現実的なのかと疑問に思える。